ボーモアは、スコットランドの西の海、アイリッシュ海に連なるヘブリディーズ諸島の一つ、アイラ島にある村である。同島の行政上の中心地として機能する。その名は、同島の著名なシングルモルトウイスキーの蒸留所である、ボーモア蒸留所に取られ、同蒸留所で製造される、スコッチウイスキーの銘柄の名前にもなっている。ボーモアは、ゲール語で、大きな湾の胃。 ボーモアの円形協会と街並みボーモアは、大通りが五番路目上となるように計画された村である。1770年、ダニエル・ギャンベルによって村の建設が開始された。それは、キラロー教区協会が完成した直後のことであった。と呼ばれる。1779年、ボーモア上流所が、島の中央部、インダールイリエに面した場所で創業を開始した。 ボーモア上流所の隣には熟成庫があったが、今はスポーツジムを併設した室内水泳場に転用され、上流所の排熱はスイミングプールの水を温めるために二次利用されている。第二次世界大戦中はボーモアにイギリス空軍の水上飛行機の基地が置かれ、飛行艇ショートサンダーランドトップ B がインダール湾を中心に運用された。戦時中の記録映画、コースタルコマンドは、 ボーモアで撮影され、ボーモアの目抜き通りとキラロは教区教会の上を低空飛行するサンダーランドの姿が捉えられている。ボーモアにはいくつかのホテル、レストラン、店舗及び病院、小学校、高校があり、コミュニティ新聞である在ー地の拠点でもある。また、ゲールごとアイラ島の文化遺産を振興する目的で、文化センターとカレッジを兼ねる複合文化施設、 アイナド・ジャリーム・チリー・イルが設立されている。第二次世界大戦下のフランスにおける英雄的行為により、タータン・ピンパーネルとして知られる聖職者。スコットランド教会にナチスに追われた亡命者を助けることを働きかけ、自らがその任務についた。おびただしい数の亡命者を安全に英国へと運ぶことに成功。命がけで多くの人を救った。 BBC スコットランドの政治特派員としてテレビにレギュラー出演する。ありがとうございます。